って。なんかそんな風に大きく画面だけで見れないのかねこれ。はい、画面が間もなくオンエアに変わりました。そのちっちゃい画面だけが大きくなることはできないってことですよね。ここに映ります？コメントって。コメントこっちじゃないと出ないみたいな。そのちっちゃい画面って大きくなりますか？そっち、はい、それだけが大きくなったりしますか？その半分こっちじゃなくて、その画面部分だけ大きくなりますかね。無理かな。字ちっちゃいもんね。え、ちょっと待って、聞こえ、音入ってるって。皆さんこんばんは。松岡由嗣です。皆さんこんばんは。茅野愛です。はい、いや最初からハプニングだったね。そうですね、ちょっとまさかマイクが入ってるかすいません、皆さん申し訳ない。すいません。あ、音ちっちゃめだって。はい、どうかな、聞こえる？みんなどうでしょうか。これぐらいの、今回ね初回放送なんでいろいろ調整しつつ、はい、いきたいと思うので、はい、もし何かあったらぜひコメントください。はい、よろしくお願いします。音どう？上げれば OK？ 聞こえるよ。もう少し上げて。どうかな。松岡くん近くマイクやってみたら聞こえるかな。どう？このぐらいですか。近いよ。茅野さん結構近いですね。うん、いやなんかどれぐらいがみんな聞こえやすいのかなと思ってさ。はい。まあこんな感じでね、まあ、ちょっとずつ調整しつつ、ほらいい声って言われてるよ。いや、行きたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。さていよいよ始まりましたニコニコ生放送、空と城のニコニコライフ。さあ生ゲームで、生ゲームじゃないや、生でゲームを始めよう。もう最初から間違えたよ。生でゲームを始めよう、はい、この番組は4月から始まるアニメノーゲームノーライフの魅力を私たち2人がたっぷりお届けしちゃおうと思います。はい、うん、松岡くん。はい。いや、本当についに始まりましたね。何今の間。いや、そうだよ、始まったよ。はい。なんか、松岡くんとこうやって喋るの、あんまね、今までなかったよね。ね。だからちょっと、どんな風になるのか、未知だね。ね。未知の領域に皆さんと一緒に突っ込んでいきたいと思います。はい、頑張ります。はい。どんな番組にしてほしいってみんな思ってるんだろう。あ、そう、あの石塚監督的にもね、桜草ぶりなんて言われてるけど、ね、まさに。でも松岡君とは結構共演は多かったりして。そうですね、結構クールをまたいでもなんか別の作品でお会いしたりとか、結構ありましたね。そうなんです、そうなんです、うん、結構ね、デビューの時から松岡君とは一緒にお仕事させてもらう機会が多かったりするのですが、はい、なんかどんな番組になるのかな。え、みんなどうしてほしい？もっとバラエティっぽい感じ、なんかいろいろ台本にね、癒しっぽい感じがいいとか、どういう系がいいみたいなのが書いてあるんだけど、あ、ありのままで OK だって。ありのままで OK。 うん、それに、うん、なんかあのこれに書いてあるんですけど、うん、まあ桜の季節に負けないようフレッシュで華やかな番組にしていきましょうって書いてあるんですけど、いいねいいね、そのテンションでいいですか？じゃあフレッシュで華やかな感じでいくってこと？はい。もう今せっかくねみんなにいろいろ聞いたけど、はい、まあの自由な感じでいいって皆さん結構書いてくれてるから、はい、うん、いいんじゃない？あ、本当ですか？じゃあ自由な感じで、はい、フレッシュで華やかな番組にしていきたいと思います。テンション上がった。よし、じゃあこのテンションでいきますよ。さて、まあちょっとね、どうして私たち2人がこの番組のパーソナリティを担当しているかというのは、まあ、皆さんご存知だと思います。はい、そうなんです。この番組の冠でもあるアニメ、うん、ノーゲームノーライフの主人公の空の声を僕が担当しております。はい、そして白の声を私が担当させていただいてます。果たして
ノーゲームノーライフがどんなアニメなのか、そして僕たちが演じる空と知るがどんなキャラクターなのかは、うん、この後たっぷりとお届けしていきますので、皆さんお楽しみにしていてくださいね。はい、それでは始めましょうかね、はい、ニコニコ生放送空と知るのニコニコライフ、さあ生でゲームを始めよう。いよいよスタートです。今日は第1回目ということで盛りだくさんでお届けするぜ。せーの、アッシェンテ。この番組は角川メディアファクトリーのこの番組は角川メディアファクトリーの提供でお送りします。始まったよ。はい、改めまして松岡一徳です。改めまして茅野愛です。はい、ということで、まあ、本日ちょっとコーナーがあるということでね、はい、改めまして、本日最初のコーナーはということなんですけど、はい、じゃあちょっと白で紹介させていただきたいと思います、はいはい、紹介というかね、はい、まあ、このコーナー名をちょっと言ってみたいと思います。はい、お願いします。いいですか。ようこそディスボードへ、というコーナーだそうです。なるほど、ぜひ説明をお願いします。はい、ちなみにディスボードとはノーゲームノーライフにおいて主人公の空と白が迷い込んでしまう異世界の名前なんです。うんうん、はい。そして、この番組をご覧の皆さんに、そのノーゲームノーライフの世界についてよく知ってもらおうというのが最初のコーナーです。うんうん、では早速ノーゲームノーライフがどんな物語なのか、まずはこちらをご覧いただきましょう。いただいたのはノーゲームノーライフのプロモーション映像でした。はい、我々は2回目ですか。ね、アニメジャパン来てお越しいただいた方もいらっしゃるんじゃないですかね。ええ、いらっしゃいますか。いらっしゃるのかな、どうかな、うん、アニメジャパン来てくれた人。はいはいちょっとタイムラグあるからね、ええ、あ、上げてくれてる人いる。 ありがとうございます。ありがとう、はい、行きたかったって人もいた、ええ、だよね。でも、はい、実は今度ね、はい、成功上映会とかもあるしね、はい、まだまだノーゲームノーライフ、これから始まりますんで、はい、楽しみにしててください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、まあ、さらに詳しくここから、まあ、あらすじとかね、キャラクターについてなんかも見ていけたらいいなと思うんですけど、はい、あらすじ出ますか。お、出ました。はい、このようなストーリーとなっております、ね。まあ、分かりやすく言うとですね、まあ、引きこもりゲーマーの兄弟の空と白、まあ、神と名乗るですね、少年に似た姿っていうのかな、ちょっと性別はまだちょっと不明ではあるんだよね、釘宮さん演じるテトという、まあ、少年らしき人物に、はい、連れられて迷い込んだのはゲームが全ての決定権を持つ世界ディスボードっていうところだったんですね。で、まあ、果たして2人はどんなゲームに挑戦して勝利し続けることができるのかという、まあ、簡単に言うとそんな感じでございます。そうですね、まあ、この世界、うん、ゲームで全てが決まってしまう世界ということで、そうなの、そうなの、頭脳バトルってのがすごい見どころなんですよ。うん、いや結構いろんなゲームやるもんね、はい。まあ、実はこの作品アフレコが私たちもすでに終わっていて、ね、完全に終わってますね。しかもほぼほぼ出来上がっているっていう、びっくりなね、早かったね。だから去年からまあアフレコはしてるんですね。そうですね、うんうん、かな、うん。だから本当に早くから制作をスタートしてるので、結構もう絵が出来上がって音がついてっていうのを私たちも実は見てます。はい、もうすごいよね。本当ですよ。どうだった、1話とか出来上がった時の、見た時の、いやもうアフレコの段階から1話っても完全に絵ができてたじゃん。そうそうそう、あれもまずびっくりしたんですけど、うん、音が入って白箱ってなんかうん、見ていただく、ね、完成のできたのは私たち実はサンプルみたいのがいただいてね、それ見た時、うん、近くにはい、勘で読まなくていいマイクで多分ね、結構近くに行かないとね、はい、音入らないっぽくて、きっとね、私の声だけ大きくて松岡くんの声が、はい、そうそう、ちっちゃくなっちゃうから、はい、ね、そうそうそう、はい、大丈夫、はい。で、どこまで話しましたっけ1話見てどうだったかって話、ね、1話見て、うん、まあこの
音が入って、うんうん、またますます臨場感が増して、うん、また絵も細部にわたって微妙に変わってるところとかもあって、うん、これはなんか、あ、なんか見ていて純粋になんか自分を演じた身として面白い作品だなっていうのは、うんうん、面白かった。だって、あの1話アフレコ終わった後 の音響監督さんの最初の感想も面白かったです、はい、だったもんね今思うとね。そうですね、そうね、ほんと早く見ていただきたくて、はい、もう私たちはもう先にね、結構先までも見てしまってるので、はい、多分続きがすごい気になる作品になってると思うので、はい、まあ、今あらすじそんな感じでお話ししましたけど、まあ、ちょっとあのキャラクターについても見ていきたいなと思うのですが、はい、まあ、2人がどんな人物かっていうのをですね、ちょっとご紹介できればと思います、はい、まず今出てるのが空、暴風ですね、はい、ちょっと松岡君から、はい、ぜひぜひ紹介お願いします。ですね、童貞、コミュ障、ニート、ゲーム配信、空白の一人で、白の兄ですね、駆け引きに長けており卓越した独身術を身につけていると、全体の覆し発想を転換させひらめきを駆使して戦うゲームスタイルから不確定要素を多く含むゲームが得意ということで、まあ、なかなかには、まあ、簡単に言うと引きこもりでゲームがうまいという、そうだね、まあ、ゲームで生計を立てているような、うんうん、そんな感じなんですけど、松岡くん急になんか DJ みたいになったよ、ええ、まあ、ちょっとこういった説明の部分では、ええ、ノーゲームのようにね、でも空も結構確かに、はい、あの変わるんだよね、コロコロね。そうです、ちょっと人格が変わるんですよね、コロ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 、そう、絵柄も結構変わったりして、はい、あれ面白いよね。そうですね、まあ、やってる身としては気が気じゃないんですけど結構なんかあの、あ、これってあの作品かなとか、このゲームのセリフなのかなっていうのがちょっとずつこう台本にも組み込まれたりするじゃない。そうですね、このセリフこのまま言っていいのかなっていうところもありましたからね、うん、完全にあの国民的アニメのあれじゃないのみたいなとか ね、あったよね。なんでこのセリフは良くてこのセリフはダメなんだっていうようなシーンもあったんでまああの私たちアフレコでは言ってますけど、まあ、実際多分放送時にはピーって入るかなみたいなセリフとかも言ったりしてます、はい、あ、なんかこういうとちょっとあれかな、下ネタっぽいかな。あー、じゃないよね。まあ国民的な作品のちょっとパロディ的な感じなので、うん、そうだよね、パロディです。パロディ、皆さん、はい、楽しみにしててください。はい、じゃあ次白に行ってみようかな。はい、じゃあ白はですね、まああの空と割と近いですね。不登校、コミュ障、引きこもり、ゲーム配信ということで、まで、まあ、空の妹であるシロというですね、まあ、真っ白な髪と赤い瞳が特徴的な美少女ですっていう、もうとにかくとにかく可愛いです。そうですね、うん、でもね、うん、結構大人の発言するんだよね。そうなんですよ、うん、頭がいいんで、うんうん、言ってることが的確すぎて空が傷つくっていうのが、そうだね、なのになんか心で通じ合ってるみたいなところがあるんで、うん、そうなんです。2人はやっぱり一心同体っていうのもね、はい、結構あのアニメの中でも描かれています、ね、2人は空白みたいな感じ、ね、そうだね、はい、すいませんでしたそうだね、ごめんなさいなんで謝るの。え、ちょっと滑った、大丈夫だよ、大丈夫、はい、そうだよ、もうはい、うん、はい、あ、じゃあ次行こうかな、はい、そして私たちが演じる、まあ、空と白の他にもいろんなキャラクターが登場してるんです、はい、その一部がこちらです、はい、ちょっとぜひあの紹介してあげてくれる、はい、ステファニー・ドーラというあの CV 側のヒカサ先輩でですね、うん、まあ、人類種、まあ、ユマニティと呼ばれる、種族の国であるエルキアのお姫様ですね、はい、負けず嫌いでプライドが高く、はい、後先考えずに行動し、うん、前国王である祖父の思いを継ぎ、滅亡寸前のエルキアを救いたいと願っている、まあ、けなげでお菓子作りが得意な女の子。そうなんです、ただ行動がちょっとぶっ飛んでるっていう。そうだね、もうひよちゃん、まあ、本当面白いよね。そうですね、もうアフレコで何度笑いをこらえたか、もう笑っちゃいけないってわかるんですけど、たまに吹き出しをこらえられなくなるんですよね。あの方そうだね、ファネッスは、ファネッスか、はい、ファネッスは松岡君の先輩だもんね。そうっす、いや負けたくないっすね。おお、負けたくない出ました何の盛り上がりかちょっと自分でもよくわかんないけど、そう、でも本当にあのかなりアドリブが多くて、ひよちゃんのアドリブ力が半端ない。本当ですよ、うん、もう音響監督が指摘したもの以上のことをやりますからね、うんうんうん、いやもうぜひね、その突き抜けたテンションのね、
そのステフをぜひね見ていただきたいね、はい、と思います。そしてもう一人の先輩、はい、もう一人の先輩、もう一人の先輩です。ああ来てしまいましたね。ゆかり様、ゆかり様、はい、ジブリルですね、はい、異界序列第6位である、フリューゲルの少女ですね、うん、大戦末期に使えた神殺しの兵器で絶大な戦闘能力を誇ると、うん、血の気が多く、たとえ上位種であっても自らが認めた相手じゃない限り従うことはないと、うん、なんですけど、あのこれだけの説明だけ見ると、はい、なんかあの、うんうん、まあものすごい、うん、なんかこう 強くて冷血な感じっていう、そうだね、心があるんですけど、うんうん、でもなんかそんな感じ全然ないですよね。うん、なんかまあ最初のでもね登場シーンはそういう感じあるよね。 あれはちょっと怖かったですね、うん、演じてる身としてもゾクゾクきましたね。おお、まあその後の、まあ、ギャップが結構たまらないキャラクターが多いかもしれない、我々もそれに引きずられて、そうだ、ね、ある名言ができたそう名言もできたり、いやまだ本当放送してないんで喋、はい、れないのが悲しい、ほら見て、何ですかこれ、これ私初めて見るけど、僕もですよ殺戮天使ジブリール、え何これ、4月1日アニメ放送開始、新しいアニメ、え何これ、何ちょっと、えこれ、あえ何、もしかしてみんな OVA みたいな、アニメジャパンで配られたものなのかな、えあこれじゃあ持ってください、わかったわかった、これこの前のイベントとか、わかった、エイプリルフールって書いてある、あなるほどね、そういうことか、これでき、できおすぎでしょ、すごい、バツ、しかもやっぱ4月1日だからってことだね、なんでノーゲームより放送早いの確かに本当だよ、だから4月1日、あなるほど、このジブリールすごい顔してる、すごいな、でもこれからさ、あのこうやってやってる時のあのジブリール、こうやってやってる時あるじゃない、あのこうやって出て、あ、まあ、まだ皆さんにはわからないんですけど、あのまあ、そういうシーンがあってですね、まあ、その時のジブリールと真逆だよね、すごいギャップじゃない、そうだからうわーと思って、これでもかっこいい、これでも騙されるこんなのが、まあ、単行物で出しても結構良さそうな感じしますね。そう、結構それぞれのキャラクターのストーリーが結構はっきりしてるから、まあ、クラミーとかもだし、まあ、フィールとかもだけど、みんなあの結構それぞれ多分短編でアニメ作れちゃうぐらいの感じがするな、そうですね、うんうん、ねえ濃いね、でもこういうの配られてたの知らなかった、はい、まあそういう感じなんですけどね、まあここまで、うん、まあいろいろなまだキャラクターもいるんですけど、うん、そうなんで、さっきねテトもちょっとお話ししたけど、はい、テトなんかももう1話では特にね最初にしっかりと出てきて、まあテトよく喋ってるからある意味全ての元凶でした、うーん、いやーぜひぜひね、あ PV でもちょっとテトの声は聞けたりしますよね、はい、まあ、でも原作を見てなくても最初あのアニメから入っても私は全然ありだと思います、はい、どうかな、原作ね、どっちからでもいけるよね、多分アニメ見た後でも、アニメならではの表現っていうのが、うんうん、ふんだんに散りばめられてる、うんうん、原作読まれてる方もすごい楽しい気持ちで見れるんじゃないかな、うん、そうね、だからアニメ見た後に原作を見てもらってもありですし、まあ、アニメの、まあ、どっちでもありかなみたいな、はい、今どっち言ってるか順番どっちでもいいそうだね、うん、なのでもうぜひぜひ、はい、松岡くん、はい、マイクだって近づいてね、はいはい、なのでまあどちらでも大丈夫ですが、はい、大丈夫、ぜひぜひ楽しみにしててください、はい、そんなノーゲームノーライフですが、4月9日より、順次放送開始していきますのでよろしくお願いします。放送局や詳しい日時はまた後ほどお伝えしますので最後までご覧くださいね、はい、こわーよ、さて続いてのコーナーはさあ、生でゲームを始めよう。というわけで、いよいよやってきました。私たちがいろいろとやらされるコーナーですって書いてある。はい、頑張ります。そうだね。ええ。まあ、頑張ろう。とりあえず、ゲームは得意？ゲームは、それなりに。それなりに？はい。
かった、ね、私あんまりやったことないけど。じゃあ茅野さんの分まで。本当やるよ。本当それ番組として成り立つかな。大丈夫、ちょっと頑張って。まあそこは50-50で。そうだね、はい、やってみる。何コーナーの最後に今日遊んだゲームが両ゲーかクソゲーかをアンケートを取りたいと思いますので皆さん投票してくださいねって書いてある。なのでぜひ皆さんどちらか選んでいただければと思います、はい、では本日行うのはこちら、次元ジェスチャーゲーム。はい、皆さん、うん、ここにですねこの風船型次元爆弾があるんですよ。うんうん、もうお分かりですね。今から与えられるお題をそれぞれジェスチャーで演じてくださいとここに書いております。おお、ちなみに回答者は我々ではありません。皆さんです。皆さんです。はい、うん、ジェスチャーをしない方の方は視聴者のコメントを拾って正解を当ててくださいと。なるほどね、かっこ、うんうん、ちゃんとそれらしいのを拾ってあげてくださいねということです、うんうん、爆弾は40秒で爆発しますので制限時間内に答えて爆発を防いでください。我々の心臓が縮みます。縮みやすか、はい、勝負は各々2回ずつ行いますので、うん、よろしくお願いします。はい、もうぜひあのスタッフさんも一緒にあの反応していただけると助かります、ジェスチャーですか、ジェスチャー、いやジェスチャーとかどうよ、したことある？ジェスチャーは養成所の時は結構やりましたけど。本当に、え、あるの？そういう授業があったんです。あるの？道成さんでそういう授業もやってるの？ありますよ、ボディーランゲージでやるっていうのが。これなんだろう、もう分かった。伝えるために体を動かすわけですよ。私も何回かやったことあるけど、そうだね、プロフィットはやんなかったな、ジェスチャーの。だからまあちょっとなんとかやってみるけど、でもね、もう風船でもね、嫌な予感しかしないの。イヤホンやめた方がいいかもね、みんなね。そうですね、下手すると鼓膜が やばいことになってしまうと思うので。ね、本当だよね、ちょっと頑張ってね、できる限り割らないように、私たちも頑張ろう。しかも想像以上にでかい。そう、しかもそうだよ、だって答えるのは皆さんだから、皆さん次第です、本当に、お願いします。しかもですね、ちょっと、大画面で出てるんですけど、皆さんのコメントが、出てるんですけど、見づらいんですよね。見づらい、遠いからってこと？遠いんですよ。そうだね、確かに。ここにも小型のやつがあるんですけど、そっちにでっかいのあるんですよ。なんか幼児の大型みたいな。そうだね、確かにちょっとね、あ、画面見えるなんとかなりそう。そうっすよね。あー、わかりました。はい。あ、ちょっと、時ね、近づいていって大丈夫だって。本当ですか？うん。ぜひ。じゃあ、今ね、ちょっと大きく出してもらったんで、なんとかできると思います。はい、じゃあ、先にじゃない。じゃあ、やらせていただきます。うん、それでは、ゲームを開始します。せーの、アッシェンテ！じゃあ、どっち行く？私から先行きますか？レディーファーストで。ありがとう。はい。じゃあ、私、お題を、大きく、はい、字が大きくなっちゃったよ。あ、すごいよ、松岡くん、見て、スタッフさんの優しさ。すごい、なんだこれ。スタッフさんじゃないんだ。え、みんながサイズを大きくしてくれてる。ありがとうございます。あ、すごい。なんて、心の優しい人ばっかりだね。ありがとうね。あ、すごい。松岡くんが本当に感動してる。はい、ねえ、これここでや、ちょっと。いけますか。しかもさ、マイク、あ、そっか、マイクもいらないのか。はい。で、それを私がコメントを見ながら、ちょっと字がでかすぎてかぶりまくってんだけど、大丈夫これ。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、いきますよ。3、2、1。はい、40秒、スタート！ちょっと待って、本当にわかんない。ちょっと待って、本当にわかんない。え？お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 ？本当に？本当？ちょっと待って、これどうやって止めんだよ。いや、待って。お、止まった。危ない。もう一回さ。びっくりした。みんなすごい当たってる。わかんない。
わかんない。ムーンウォークするローラっていうお題だったの。え、ほんで、すごい。だからなんでわかるの。すごい、え、なんでわかったんだか。ムーンウォークはなんかこういう感じでやってるの、うん、で、なんかちょっとローラっぽいかなと思って。すごい、皆さん、素晴らしい、ありがとう。うわー、すごい。皆さん見てますね。いや見てるよ。いや見てますけど。いや見て、いやーすごいな。ちょっともう今まで疲れちゃった。じゃあ次あれは僕ですか。あ、そうだね、待って。これさ、うん、継続してんの？ん？もう一回ひねる。もう一回ひねる。なんか今にも割れそうで怖いわ。じゃあいい。どうすんだろうね。え、あ、刺す。あ、30のとこやったら抜くんですね。了解です。ちょっと待って。よし、松岡くん、どう、できそう。いや、うん、あのね、や、わかるんだけど、あ、わかった、わかった。え、わかった。いける。本当、いける。 OK。 ちょっと頼むよ、私たちほら共同、うん、作業だからね、これね。運命共同体だ。そうそう、運命共同体、はい、じゃあちょっと皆さんもあの松岡くんのことをよく見ててくださいね。はい、いいよ。いい、はい、あ、これでいいのかな。いくよ。いいよ。あ、風船が落ちたな。ダメじゃん。ちょっと待って、一回スタッフにやってもらう。ちょっとその間私たち話ししよう。はい。あのね、はい、やっぱ最初っていろいろある。あ、ちょ、松岡座っていいと思う、一回。いや、あの、もう僕臨戦態勢に入ってる。嘘。じゃあ私ちょっと落ち着くんですよね。分かった、じゃあマイクにだけ顔近づけて喋っててくれればいいや。はい。その状態で喋、はい、るの、はい、まあいいけどさ、はい、いやもうほんとみんな、これ本当に、何これ分かったら僕みんな大好きになる。みんな大好きになる。みんな大好きになるって、ええ、頑張って。多分破裂する。え、破裂する、破裂する。どういうこと、どういうこと。ちょっと待ってね。 OK。 私これの使い方がよく分かってないんだよな、そもそも。ひねって抜く。うん、それは分かって。あれ、これってもうなってるんですか。これ40な、もうなってる。あの抜くだけですね。はい、じゃあ、はい、いい、いくよ。じゃあ一緒にアッシェンテ行ってくるよ。はい、せーの、アッシェンテ。いやー、早く早く、みんなわかる、わかる、全然わかってないよ。あ、合ってる、合ってる、合ってるの。タモリ。やった、これ絶対わかんないと思った。来てくれるかな、でよーって言って、それを投げた後にやったらわかるかなって思って。よかった、みんな、じゃあみんな松岡くん大好きになった。大好きだ、大好き、みんな大好きだ。よかった、もうダメだ。私も、もうちょっと疲れちゃった。あと2回やるんでしょ。え、2回やるの。あとちょっと1回一息つこうよ。いや、これはやばいわ。いやー、みんなすごい、ありがとう。なんかさ、うん、全部手探りだよね、私たち、うん、今日。あ、でももうスタッフさんもなんですけど、今日ほんと全部初めてなんで、皆さん本当はありがとうございます。もう1回ずつ、はい、で OK？ やろう。はい、じゃあ次は、よし、加山先生、お願いいたします。頑張るよ。はい、持っててね。はい、じゃあもうひねっときますね。あ、もうひねってある。なるほど、良い周到だ。
よし。わかんないよ、これ多分。いいですか、行きますよ。待って。まだですか、行けますか、行きませんか。どうしよう、どうしよう。行こうか、まだ行ける、はい、じゃあ、行きます。3、2、1。ちなみにちょっと皆さんご注意ください。本当に？え？違う？え？何？あ、1個出た？それは
ちなみに答えの方は、うん、鬼ヶ島へ鬼退治に行くビートたけし。難しいな。アルパカよりは簡単だった。そう、よかった。すごかった。いや、え、なになに、この用意した残りのお題だけ見てコメント。あ、そっか、他にも本当はもう一つあったってことね。そうだ、3つあったんだ。どれか選べ。あと何やるはずだったんだろう私。ちょっと待って。どれも無理ゲーすぎるこれ。え、どっちから行く？じゃあ、松岡から行きますね、うん。残っていたのが、空中ブランコをするダルビッシュ。私ね、足が痺れて立ち上がれない、絵頭2時50分。見たかったな。あれ見たかったな。いや、この前見たよ、絵頭さん。アニメジャパンで。あれはね、真似できないでしょ。もはや、だってあれ、服装とかも真似たらもうさ、女の子じゃ無理だしょ。無理だしょって何なの。無理でしょ。ジェスチャーだけだったら、ドーンとかできるかもしんないけど。だって声出せないんだよ。あ、そっか。だから声出せないで、やるの厳しいよね。うわぁ、ちょっと、やっぱり、すごいわ。いや、いや、これじゃあちょっと、両ゲーアンケートを取ってみましょうかね。そうですね。じゃあ、今日のゲームは両ゲーでしたか、クソゲーでしたか。皆さん投票してみてください。どうぞ。いや、これどうかな。怖いな。なんかでも頑張った、久々にこんなに頑張った気がする。本当、うん、いや、なんかさ、アフレコ以外のことでこんなに頑張ることなくない？ないね。だから、いやー、こんなことあるんだね。うん、だ、今、うん、生放送でしょ？そうだよ、生放送だよ。生放送でさ、うん、現場のディレクションを超えて、うん、そこでやるっていうことはあんまないからね。確かに。しかも現場だと、ね、まあ、間違っちゃいけないけど、うん、やり直し結構聞いちゃうでしょ？まあまあ、そうね。あ、結果出たのかな？お、じゃあ、結果、出たみたいです。どうぞ。え、何？ちょっと、私たち頑張ったんですけど。頑張ったんですけどね。いやー、ダメでした。まあでもほら、半分、まあ半分もいないな。クソゲーって言われてるよ、でも。クソゲー。半分以上にクソゲーって言われてるよ、私。55% がクソゲーですか。そうだね。頑張ったけどクソゲーだって。なるほど。あ、でも見て、愛すべきクソゲーとか。あ、面白さという意味では1だったけども、うん、頑張ってた。いや、なんか、あ、でも結構いいことを言ってくれてるから。そうですね。結果はでも私たちの頑張りは認められたけど、もうやらなくていいよってことかな。次回に繋がらない企画だったってことですか、これは。まあ、いろんなゲームをやるのがね、ノーゲームノーライフですから、まあ、とりあえずまあ初回ですしね。いやー、でも頑張ったよ。頑張りました。うん、はい、ありがとうございます。はい、まあ、皆さんもやってみてね。はい、こういうことね。はい、はい、というわけで、さあ、生でゲームを始めようのコーナーでした。はーい。はい、ということで、うん、今日は第1回目ということで、そうだね、ボリューム盛りだくさんでお送りしています。はい。我々も頑張っています。頑張っています。はい、続いてコーナーありますよ。こちらです。あ、急にしないですか、これ。なかった。はい。イマニティ向け、頭脳バトル。うん。というですね、ノーゲームノーライフでは、現在公式サイト上で、ま、イマニティ向け頭脳バトルというですね、ま、10問答えるね、制限時間付きのクイズゲームを行っています。はい。こちらはですね、毎回およそ2週間単位で順位を出して、上位者の方を、なんと、次回から、
この番組内で発表していっちゃいますよということなんですよ。そうなんですか、松岡さん。しかもですね、はい、上位、はい、あ、これ丸いって書いてある丸い何位まで入るってことなんですか。10位何位まで、あ、まだここわからない。あ、なるほど、まだ未定ということで、上位に入れた多分10位くらいまでかなっていう、うん、まだ、まあ、なんせね、初回ですからまだ扱いもまあ曖昧ですけど、はい、上位に入れた方は番組特製グッズがプレゼントされるということで、特製グッズはこちらです。あら、何かわかる、松岡くん。これはまさか1話の時に出てきたバッテリーソーラーチャージャーではございませんか。そうだよ、しかも裏はシュ、あ、逆だった、あ、ピントが合わない。頑張ってカメラ。あったー、あった。はい、こちらです。ねえ、かっこいいでしょ。欲しいですよね。ねえ、欲しい、私も。バッテリーソーラーチャージャーですよ。そう。こっちが携帯型の。こっちが太陽を吸収してくれるってこと？ええ、そうですよね。いやー。しかも先ほどの話が本当なら、蛍光灯でも充電できるって。そういえばね、ええ、だから今のここのスタジオの光でも。ええ、ここに充電されている、ええ、でもほらみんな普通に欲しい、いい感じ。これはすごいです。しか光るよ。光るよ。何が光るんですか。え？チャージ、あ、光ってる。側面。え？こっち。え、これ？え、これ？え、え、ここ、え、何が光るんですか？充電、そう、うん？されてます。充電されて、アイズ。あ、これが光ってる時は充電されてるよってことなんだ。あ、なるほどね。そういう意味なんですね。だそうで。でも、数量限定なんですって、皆さん。なのでこれ、ゲーム頑張らないと手に入らないそうです。むしろ一般販売でも欲しいレベルですよね。いや、ほんとだよね。私たちが欲しいもんね。ただ、いくらお金を出しても買えないという。おぉ、すごい価値の高いものなんですね。あ、じゃあちょっとこのゲーム私たちも欲しいし、やってみる？ほんとですか？勝てますか？いや、勝ちましょう。自分で結論出した。じゃあやってみようよ。ここにね、パソコンもあるし、私のマイクに一緒に入ればいいんじゃないかな。これは本気で答えていいんですか？本気でいいんじゃない？ちょっと皆さんも多分画面見えてると思うので、まさかこっちにちょっと寄ったら松岡君も入る、はい、よし。じゃあ、寄ってみる？はい。じゃあちょっと答えてみます。はい。お、出てきた。うわ、ちょっと。わかる？まず、あの、日と前の読み方がわかんないです。なになに、何月のことかとかわかんないよ。農会なり、用いる。もう適当に答えていい？ええ。あ、間違えた。もう全然わかんないんだけど。なになになに、これわかんないの？ファイヤーボンバー。どれ？B。B？ 違うよ。なんで B？ あれ？ちょっと待って。これ A、B、C、D だよ。日本の、うちのエアコンだ。な、誰なんだっけ、わかる、多分さくらだ。違う、俺これだ。ユニ、わかんない、全然わかんない、誰、私この人しか知らない、うん、違う。ちょっと、ダメダメなんだけど、どうしよう。お返し、お相手を作ったのどこの、あ、これなんか最近見たな、なんだっけな。日本人のお菓子屋さんにしてみる。当たったよ。あ、日本の文化だ。分類される野菜？知ってる？これ私あんま知らない。あ、もう決めなきゃ。2位にしてみていい？うん。当たった！リトルシングルシングル曲でない。どれにする？これアルバム曲以外ってこと？分かる。そんな詳しくないよ。とりあえずこれでいいや。あ、当たったよ。まあ、とにかく私すごい運いいよ。すごい。ね、どうするどうする？連帯協定？どれでもいい？うん。あ、惜しかった。残念。これなんだろう。ビール好きだけど全然わかんない、うん。たまに飲むな。麦。わかる？大量にした。うん。C だ。C？ 違うよ。なになになに、ちょっと待って。オカザイル。ちょっと待った。コンビ名？じゃない？A だね。あ、当たった。いやー、
みんなごめんね、完全に私たちの世界だったけど。いい、難しい難しい。10問中ね4問しか答えられなかった。ランクね、ノーマルだって。これでノーマル、うん、え、これ難しい。これ皆さんもちょっと今公式ホームページに行ってぜひあのこれ見た後やってみてください、うん、いやこれ私たちのレベルだとこれは手に入らない、うん、絶対無理だね、うん、結構いろんなことに詳しくないとさ、うん、できないんじゃないかな。なんかいろんなジャンルが混ざった気がする。うん、いやー、まずでもなんか、うん、エブリトルシングのアルバム曲がとか言ったけど聞くの？聞かない。聞かないじゃん。いや、自分好きな曲しか買わないし聞かないから。たまに、うんうん、あのリトルさんの方でも1曲ぐらいはいい曲はありますよという。あ、違う待って間違えて、あの全部いい曲です。何なのよ、ええ、好きな曲があるってことね。その曲ばっかり聴くってことでしょ。まあ私も好きだけどさ、うん、いや松岡くんがまさかすごい詳しいのかと思ってびっくりしたよ、うん、いや全くでございますよ、はい、よし、じゃあ次行こうかな。はい、え、なんだっけ、もう分かんなくなっちゃった、うん、どこまで行ったか、うん、もうパニックだよ、ええ、あ、そうそう、こちらのゲームはですね、まず第1回目はもうすでに始まっています。え、期間は4月の9日までとなっているそうです。はい、まあ次回の番組で、その結果発表を行います。うんうん、また何やら隠しアドレスからの特設会も存在するとか、今後の展開にも要注目ですね。え、なんか隠されて何か表示されたりするってことなんですか、これから。隠しアドレス、え、あ、アニメを見ればわかる。あ、アニメを見たらヒントが隠されてると。なるほど。ではぜひぜひね。なんとなくわかることでもなんとなくあれかなっていうのあるよね。ね、ええ、じゃあぜひぜひアニメ1話を見ていただいてっていうことですね。はい。はい、ちなみにですね、うん、プレゼントはお一人様一つまでとなります。なるほど。あの、はい、いろんな名前でランクインされてもっていうことかしら。うん、はい。まあ、上位、まあ、10人ぐらいの方で。はい。ほう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 、あ、名寄せするよ。ほうほう、なるほど、なるほど、了解です。なので、まあ、あ、まあ、お一人様一回限りの、まあっていう、何個もは欲張っちゃダメよってことですね、はい、要は。そうですね、あの発送の際に宛先確認のご連絡を、ご登録のメールアドレスに入れてください。なるほど。別ニックネームがあっても同一の宛先である場合は重複扱いということで、お一人様一つずつです。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ、まあ、次にね、まあ、次の放送で、その自分が上位に入賞してるかっていうのが見れると思うので、はい、ぜひ、あの、次の放送でですね、それを確認して、楽しみに待っていてくださいね。はい。以上、イマニティ向け頭脳バトルでした。あ、じゃあ、そのまま行っていい。お口に行くってよ、松岡くんの靴。松岡くん、くつろいでる場合じゃなかったよ。ちょっと待って、うわぁ、おぉ、おぉ、ちょっと、はぁ、はぁ、いや、待って、うわぁ、ちょっと、あの、今私完全にあの、Q を待ってたんだけど、松岡くんが完全にあの、あぁ、あぁ、違えた、間違えちゃった、一回落ち着こう。まずですね。落ち着いてさ、はい。せーの。せーの。せーの。あれ、足って言わないの。はい。あの、じゃあ告知に行こうか。はい、よし、じゃあ告知、松田君。じゃあ、ここからお姉さん、放送局をぜひ、はい、皆さんにご紹介ね、うん、して、はい、歩んでください。ここからは告知情報です。ATX 東京 MX サンテレビ KBS 京都、テレビ愛知 BS11 にて、4月9日よりいよいよ放送をお見逃しなくということで、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、まあ、時間帯皆さんねここ載ってると思うんでぜひあの、自分が見れるよっていうところはチェックしてみてくださいね、はい、続いてラジオ情報に行きたいと思います、はい、ノーラジオノーライフゲーマー兄弟がラジオをするそうです、はい、というタイトルが決まったんですよね、というラジオを私たち2人がお届けします。頭脳バトルラジオということで、不安です。どんなことになるのか私たちもまだまだ未知です、はい、
で、響きラジオステーションにて4月の20日、20日じゃないや、8日から、4月の8日からです。毎週火曜日配信になります。はい、毎週だってすごい。そうですね。で、放送日前日に初回配信があるそうですので、こちらもお楽しみに。はい、しかもまだ撮ってないですよね、これ。そうなんです。実はまだこれからなので、私たちもね、まあ、結構ギリギリのスケジュール。ギリギリ。いや、でもそうでもないんじゃない？まだ見られますからね。うんうん、大丈夫、大丈夫。はい、よし、じゃあ次、キャンペーン情報をお願いします。はい、キャンペーン情報です。ノーアニメイト、ノーライフ。ノーゲーマーズ、ノーライフ。キャンペーン開催です。うん、全国のアニメイトとゲーマーズが全面タイアップ。うん、ノーゲーム、ノーライフを応援するキャンペーンの開催が決定いたしました。うんうん、ショップを舞台に行われる様々なゲームに挑戦すると、素敵なプレゼントが手に入るキャンペーンです。うん、現在、その第1弾として、絶対絶命を覆せを店頭にて実施中、うん、アニメイトゲーマーズ店舗にお越しの際はぜひトライしてみてくださいということです。はい、そして最後に音楽情報です。オープニングテーマはですね、あ、ん？あ、オープニングテーマです。オープニングテーマは17歳のアニソンシンガー鈴木好美ちゃんによる This Game という曲でなっております。かっこいいよね。本当です。かっこよく言うね。もう一回言ってくれよ。鈴木好美ちゃんによるディスケなんで一回という曲に2回も恥ずかしいなりました。でエンディングテーマは私、真っ白ですねが歌うオーラシオンという曲です。はい、共にですね5月の21日に発売となります。まあ、聞き応えある素敵な曲になってますので、ぜひぜひあの映像とともにですね楽しんでいただければと思います。はい、はい、ということで、はい、さてさて、お送りしてきたニコニコ生放送、空とシノの、あ、シノのじゃねちょっと待って、ごめんなさい、テイク2、はい、さてさて、お送りしてきたニコニコ生放送、空とシノのニコニコライフ、さあ、生でゲームを始めようですが、いよいよお別れの時間がやってまいりましたが、まあ、そこで感想ということで、第1回目やってみてどうでした？どうだった？まあ、本当に茅野さんには申し訳ない気持ちでいっぱいなんですいやいや、そんなことないよ。あと、助けていただいたリスナーの皆様にも申し訳ない気持ちでいっぱいなんです。いや、みんな終わるのがだって残念ってなってるぐらいだったから、本当ですか？きっと楽しんでもらえたってことだと思うんだけどな。はですよね、楽しかったですよね。ほら、松岡君面白いよっていうコメントがたくさん。本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやでも私も松岡君とこうやってね話すこともなかなかないので、まあ、アフレコ現場ではこうやってよく喋ってるけど、はい、人前でねこうやってお話することってあんまりね今までやっぱなかったから。そうですね、なかったですね。うん、なんかまたねさらにね、このゲームのライフの良さをこれから2人で頑張って伝えていけるように、はい、まあ、一心同体って言いますからね、はい、空白のようにですね、はい、私たち2人も息をぴったりと合わせて頑張っていきたいと思います。はい、連帯責任の精神で、うん、そうですね、はい、連帯責任で頑張ります、はい、いきたいと思います。はい、じゃ次回の放送ですかもうごめんね、仕切り直そう。はい、次回の放送ですが5月下旬の配信を予定しております。はい、まあ、頭脳バトルの結果発表もありますので、まあ、皆さんどんどんですねゲームチャレンジしてみてください。はい、うん、というわけで、本当に今度こそ、さよならのお時間です。うん、ニコニコ生放送、空と白のニコニコライフ。うん、さあ、生でゲームを始めよう。お相手は、空こと松岡義嗣と、白こと茅野愛でした。それでは、次回の放送まで。またねー。この番組は、角川メディアファクトリーの提供でお送りしました。